の競技を飾ります全日本プロレス79年世界最強タッグ決定リーグ戦、いよいよ最終戦を迎えます。浦和国技館であります。歓声が起き上がりました。スカイハイです。ミニマスカラス、ドスカラス、マスカラスブラザーズのテーマソング、スカイハイが超満員の浦和国技館に流れています。日本列島を興奮のルツボに叩き込みました。千の顔を持つ男、そして視聴仮面ドスカラスが今ファンの間もみくちゃにされまして、公式の最終戦生継ぎの人との一戦を浦和駅に向かって迎えます。まずミニマスカラスが登場、そしてドスカラスも登場してまいりました。大きな歓声で迎えられました。ミニマスカラス、ドスカラスであります。現在まで8点の方は6点であります。マスカラスブラザーズ第4位につけています。スポーツテーマが流れてまいりました。得点の方は現在7点、 V2 を狙います全日本プロレスの最強タッグチーム、昨年の優勝チームであります得点7の馬場通過組が今花道を取ってリング上に進みます。最終戦がマスカラスブラザーズとの一戦であります。ここまで3勝1、時間で引き分け1、リングアウト引き分けで得点が7となっています。通過が登場、そしてゆっくりと世界のジャイアント馬場が姿を見せました。浦和国技館、超満員の歓声に迎えられました。両タッグチーム4人の選手が勢ぞろいであります。七色のテープが乱れ飛びます。今大会のウィットネスとして NWA の事務局長でありますジム・バーネットさんがやってまいりまして、ただいま満員の浦和駅空間のお客様に紹介されました。 NWA の実力者でありますジム・バーネットさんが紹介されました。この NWA 事務局長ジム・バーネットさんに日本テレビより花束が贈られました。本当に大きな大会に来られまして非常に嬉しいというふうに言っておりました事務局長ジム・バーネットさんが今馬場鶴田と握手、そしてマスカラス、ドスカラスと握手いたしました。世界一のプロレスの組織を取ります NWA の組織もこの全日本プロレスの世界最強タッグ決定戦には注目をしています。79年世界最強タッグ決定リーグ戦公式戦最終戦、試合に先立ちまして日本テレビより花束が贈られました。馬場鶴田、そしてドスカラス、マスカラス以上の4選手に花束が贈られました。これより両タッグチームの紹介が行われます。熱気に包まれています。顔を持つ男、ミニマスカラスが紹介されました。空中戦法が空中戦法で倒します。ジャンボ鶴田、あとはありません。世界のジャイアントマンが紹介されました。必勝 V2 にはどうしても勝たなければいけません。両タッグチームの紹介です。マスカラスブラザーズが入っています。上位の4チームであります。さてゴングが鳴りました。公式戦であります。45分日本勝負、放送席解説は竹石さんでございますが、まあ、この一戦はですね馬場鶴田にとりましても絶対負けられない、マスカラスブラザーズにとりましてもですね2位を確保するためには絶対負けられない、注目の一戦になりましたね。そうですね、優勝もかかってますし準優勝もかかってますからね、ましてこの会場の熱気ですからね、どちらのチームも一歩も譲れませんね。ドスカラスが出てまいりました。ジャンボ鶴田が出てまいりました。まず馬場鶴田組はインディアンチームに勝ち、そしてブッチャーシーク組には札幌で2階席まで追いかけるというハプニングで両者リングアウト引き分け、得点がありません。大塚方に勝って4点目、白覆面コンブに勝って6点目、そして長崎大会ではファンキスと時間切れの引き分けで1点を追加、7点、第3位につけています。一方のマスカラスブラザーズは序盤戦に飛ばしました。白覆面コンブに勝って2点、インディアンチームに勝って4点目、大阪大会ではファンキスに敗れました。作戦ミスでした。ドスカラスがドリーに捕まっています。
負けました得点で、そして大塚方に勝って得点2を追加して6点目、それから博多大会では福岡大会ではブッチャー飼育組に敗れました。リングアウトで敗れたということで痛恨の1敗、得点は6ということになりますね。しかしですね、今日もしここで2点を取ればですね、準優勝という栄光が待っているわけですからね。そうですね。さあどうだ、おっとジャンボ鶴太郎先制攻撃は空を切りました。ボスカラスが行きます。そのまま投げを見せました。さあ早い展開、早い展開、エビ固め、エビ固め、ボスカラスがエビに取りましたが、カウント2、カウント2不十分です。試合前ですね、はい、馬場選手、鶴田選手ともに自力優勝の道はなくなったというふうにかなりがっくりしてましたね。そうですね、やっぱ勝ったところでパンチと同じ9点ですからね、自分の自力優勝が全く可能性ないわけですからね。まあ、この後の公式戦、ブッチャーシークファンキス組との一戦で得点経過がですね、ミリーの場合に行きますと、たった一つ可能性があるんですが、ブッチャーシークファンキス組が両者リングアウト引き分けで両チームとも得点が入れることできない、現状維持ということになりますと、馬場鶴田がこの勝ちます。おっとリング上です。早くもリバースロメロスペシャル見せました。ドスカラスリバースロメロスペシャルを見せましたドスカラスですが、さあどうでしょうか。レフリーのジョーキー口がギブアップかどうか聞いていますが、どうでしょうか。ジャンボ鶴田こらえています。ジャンボ鶴田がこらえている。ドスカラスがリバースロメロスペシャル、逆さ釣り天井ちょっと崩れました。早くもドスカラスが大技を見せています。ドスカラスが大技を見せています。まあ、この馬場鶴田組が V2 をもしあるとするならば、最終戦両チームともリングアウト引き分けで得点を入れることができない場合だけですね。これは非常にまた薄い可能性ですのでですね、馬場鶴田組としてはもう緊急で本当に複雑なものなんですよね。まあ、言ってみますと馬場鶴田組の V2 は首の皮1枚だけしか残っていないということになりますね。そういうあれやったりですね。さあジャンボ鶴田がエルボースマッシュを見せました。ロープに飛ばして空中殺法か、ジャンピングリーバット、ジャンピングリーバット、軽量のドスカラスが吹っ飛びました。ドスカラスが吹っ飛びました。まあ、今回ですね、ドスカラス、ルマスカラス組は軽量なので心配されているんですが、さあどうでしょうか。そのままローリングクラッチホールド、ローリングクラッチホールドを見せました。エビ固めです。切りました、受け取ります。ジャンボ鶴田カウントは不十分です。目まぐるしい攻防。まあ、今回の大会軽量のドスカラス、ルマスカラス組は非常に不利だと言われたんですが、非常に素晴らしい戦いぶりですね。まあ、星はですね、一つ伸びませんでしたけども、すでにそのフェアプレーに徹してますですね、それをお客さんが何よりも一番よく知ってますね。そうですね、大きな拍手で迎えられました。ミルマスカラス、このままヘッドシュガーズホイップを見せました。ヘッドシュガーズをしたまんま投げを見せます。これは強靭な首のバネと腰の回転ですね。とにかく首の強さはもう桁外れですよね。まあ、本人もですね、大阪でのファンキスとの一戦は自分たちの作戦にして負けはしょうがないけれども、福岡でのブッチャーシックとの一戦は自分たちがリングアウトを取られる前よりもブッチャーシックがあれだけリングの外にいるのになぜ奴らにカウントアウトを取らないんだというふうにまだ怒りがあるようですね。まあ、悪くてもですね、両者リングアウトという判定が妥当だったかもしれませんね。まあ、その辺は非常に微妙なところでありますが、レフリーの張秀口は、マスカラスブラザーズのリングアウトということでブッチャーシーク組がリングアウト勝ちを収めています。まあ、それからミルマスカラスに聞いてみましたところ、今回の成績は非常に遠いんだけれども、もし来年このような大会がですね、日本にあるならば、ぜひ来年こそは優勝を狙って弟と共にやってくるというふうに言ってますね。まあ、ドスカラスの場合ですね、まだまだ成長期にありますんですね、来年ならばもっとさらにいいパートナーに育つことが確かですね。そうですね。まあ、来日の記者会見でも自分のキャリアと参加メンバーの顔ぶれを見た場合は本当にこの大会に参加できてドスカラスは嬉しいというふうに言ってましたんでね。まあ、今大会ですね、ドスカラスにとって一番いい勉強になったと思いますね。そうですね。今回得点現在は6でありますけれども、もし馬場鶴田組を破りますと得点が8になりまして、まあ、2位に浮上ということになりますからね。準優勝ですからね、これは大変な実績ですよね。マスカラスブラザーズにとりましても馬場鶴田にとりましても大きな一戦であります。優勝の行方を左右するまずこの馬場鶴田マスカラスブラザーズの一戦、この後はブッチャー飼育組とファンクスの一戦が控えております。全国13会場をサーキットいたしました79年世界最強タッグ決定リング戦、まず鶴田がロープに飛んだ体当たり、マスカラスが倒れましたが何を仕掛けるか、さあどうだ、フライドクロス、フライドショップ、フライドショップ、空中速攻を見せました。ダイビングボディープレス、危ない、マスカラスが空中速攻を
大きな拍手で迎えられました。そういえば昨年の田園コロシアムで夏の大会インタータッグ選手権マスカースブラザーズを2対1で破りまして、馬場鶴田が防衛を果たしてますね。そうですね、あれもいい試合でしたからね。はい、僕マスカラスはですね、馬場選手に対しても異常なライバル意識を持ってますんでね、まあ、あのマスカラス選手にとりますと、いわゆる体格の差というものはあまり意識していませんね。そうですね、ですからそのなぜ自分とですね、馬場選手のシングルマッチが行われなかったかということですね、非常に不満に思ってますからね。なるほど。もしですね、来年この大会マスカラスが参加すればスペシャルドリームマッチで実現ということになりますからね。一度はですね、馬場選手とマスカラスのシングルマッチは見てみたいですね。ぜひ実現してもらいたい、素晴らしいスペシャルドリームマッチになるのではないでしょうか。マスカラスが早くもカバーに入りました。世界のジャイアント馬場、 V2 を放つためにはまずこのマスカラスブラザーズを破らなければいけません。まず破って得点を9にしなければパンチと並びません。線の顔を持ち出すとミニマスカラス、その足を取りました。おっと、ジャイアントの馬が速い動きを見せました。やはり大試合になればなるほどジャイアント馬場選手は燃える男ですね。それと非常に攻撃が落ち着いてますよね。はい、相手の動きを一つ一つ読んでですね、着実なその攻撃を仕掛けていきますね。優勝こそ他力本願になりましたけれども、諦めません。我々は優勝を諦めていないというふうに言っていました。まあ、100分の1でも可能性があればベストを尽くすというふうに言っている、ま、あのジャイアント、おっとっと、ジャンボ鶴田、ジャンボ鶴田がジャイアントのスイングを見せました。ジャイアントスイングを見せます。ミニマスカラスを放り投げました。おっと、カウントは中、不十分。やはり100分の1でも可能性があればベストを尽くしてもらいたいですね。それが当然プロですよね。さあどうでしょうか、人間封鎖の体勢。ジャンボ鶴田がマスカラスに仕掛けます。ジャンボ鶴田がマスカラスに仕掛けるが、おっと首投げに取りました。ドスカラスにタッチであります。ロープに飛ばして2人がかりのドロップキックが、2人がかりのブラインドドロップキックを見せました。ドスカラスが中に入っています。ドスカラスが中に入っています。そしてさあジャンボ鶴田、今度は仕掛けました。ロープに飛ばして、おっとそのまま、そのまま2m の高さからドスカラスを落としました。どうでしょうか、ストマックのあたり打ったようですね。これはドスカラス攻略の一番いい攻撃なんですよね。さあどうだ、そのままもう一回膝に当てました。膝に当てました。そういえばスペシャルドリームマッチでもこの技でドスカラスを破ってましたからね。相当ダメージ与えてましたからね、はい、ジャンボ鶴田が仕掛けました。いい体勢にしておきます。モアが登場してまいりました。このジャイアント馬場選手は2m9cm 146キロ、このドスカラスは178cm 105キロ、身長にして30センチ、体重にして、40キロも違うんですからね。これはまともに今日はですね、まともに勝負にはなりませんね。さあどうでしょうか、ドスカラスがロープに飛びました。ジャイアント馬場の逆水平、カウンター一発、ジャイアント馬場の逆水平が決まりました。まともに今日は勝負になりません。空中殺法を見せますか、ドスカラス。ここでミニマスカラスにタッチであります。お兄さんのミニマスカラスにタッチ、後ろを取りました。さあどうでしょうか、この体勢ですとアトミックドロップ、あるいは、バックドロップというような技が展開されますが、サイドのヘッドロック、グイグイと絞り上げます。まあ、マスカラスブラザーズはですね、グッチャーに空中殺法を試みて成功させていますからね。場内の盾は見事でしたね。どうでしょうか、16問を見せましたジャイアント馬場、16問を見せましたジャイアント馬場、フロントのヘッドロックの体勢からタッチいたしまして、ジャンボ鶴田のフライングエルボードロック、フライングのエルボーを見せました。45分の一本勝負、公式戦ここで10分が経過しました。バックを取りました、バックを取った、バックを取った、バックドロップ、バックドロップ、マスカラスに炸裂、ミルマスカラスを捉えました。カバーに行くジャンボ鶴田、払いのけます。まだ余裕があります。ミルマスカラス。そういえば、おっと、コブラツイストの体勢だ。コブラツイストの体勢。さあ、コブラツイスト、ミルマスカラス。ミルマスカラスがコブラツイストを見せて、グランドコブラ。グランドコブラの体勢、カウントが入る。グランドのコブラになりました。カウントが入ります。そういえば、昭和52年のユナイテッドナショナル選手権をかけたこの両者の対決は年間最高試合になりましたからね。そうですね、あれはいい試合でしたね、はい、素晴らしい対決を見せました。このミルマスカラスとジャンボ鶴田、昭和52年のシングルマッチは年間の最高試合になりました。サーフボードスタイルであります。
まあ、このサーフボードスタイルをメキシコ流にアレンジいたしまして、ミルマスカラスは、まあ、過去2回このジャンボ鶴田からですね、まあ、ピンホールを奪ってるわけですね。ギブアップを奪ってますね。ジャンボは意外とですね、ああいうマスカラスのようなその人間自在な技ですね、ああいうものに弱い一面を持ってますからね。さあロープを回して空中最高ダブルのフライングクロスチョップ、ちょっとドスカラスのタイミングが崩れました。ドスカラスがもう一回ロープに飛ばしてドスカラスが見せます。空中殺法、そのままカバーに入ったダイビングのボディープレイス、バウンドは不十分です。バウンドは不十分です。さあ小田お兄さんにタッチ、小田お兄さんにタッチです。もう一回2人がかりの攻撃が見られますか。さあお兄さんがいくフライクロスチョップ、喉元を捉えました、喉元を捉えました。ドスカラスのタッチ、さあドスカラスがコーナーマンの採用ランからフライクのボディープレス、危ないぞ、危ないぞ、危ないぞ、さあミルマスカラスも入ってきた、ドリームがピンチの中だ。ドスカラスがいくか、ドスカラスは自爆、ドスカラスは自爆、ダイビングのボディープレス、ジャンプボールが入っちゃう、カウントは3、ジャンボ鶴田組がマスカラスブラザーズを破りました。ここで勝ち点のみを追加いたします。ジャイアントのジャンボ鶴田組が勝ち点2を追加、勝ち点9、この段階で首位をいきます。ザ・フランクスの勝ち点9で並びました、勝ち点9で並びました。ババ鶴田組、さあ勝利の方はですね、ドスカラスを破ったババ鶴田組で勝ち点9でファンクスとこの段階で並びましたね。いよいよ最後の一戦ですね。本当に首の皮一枚だけ優勝に望みがかかっています。